それに母様も。あれ、僕、手がこんなことじゃダメなのに、すぐに弱気になっちゃう。落ち着け、落ち着いて。あとはスイッチを押すだけじゃないか。大丈夫、きちんと完成させた。でも、大丈夫だよ。え、のび太、ドラ、そうだ、きっと装置は動いてくれる。ありがとう、行くよ。山の天気は変わりやすいって言うしね。あ、みんな、あれ？あれ？あ！湖が、湖の色が変わっている。これはもしかして成功？うん、成功したんだ。ということは、うん、もう怯える必要はないよ。やったー、やったね、ライト、うまくいったね。うん、のび太たちみんなのおかげさ。本当にありがとう。ライトもね。うん、さあのび太くん、ライト、帰ろう。町のみんなが首を長くして待っているよ。うん、まあ、わあ、お、なっ、ははははは、うん、ありがとう。おーい。ほら、ありがとう。ええ、ありがとう。ごめんなさい。それで、あのね、そうですか。ごめんなさい。ですが、実は、
ね。僕も一人じゃ悪魔の息吹の解決なんてできなかった。それでもなんとかなったのは僕が一人じゃなかったからだよ。仲間たちが一緒に頑張ってくれたからさ。僕は母様ともそうなりたかった。だってたった二人の家族じゃないか。誰よりも大事に思っている人に頼ってもらえないのは寂しいよ。ライト、母親として失格だなんて言わないでよ。失望なんかするわけないじゃないか。僕にとって母様はいつだって優しくてかっこいい最高の母様で王様だ。そうなのですね。私は本当に何も見えていませんね。それでもあなたが最高の母親で王様だとそう言ってくれるのなら、私はそうありたい。ほら、もう泣きやみなさい。お母さんのバカ、泣き虫なんかじゃない。ええ、そうですね。ごめんね、ライト。ライト様、女王様、よかったですな。モーブさん、涙でヒゲがしなしなだ。ほんとライト、お母さんと仲直りできてよかったね。そうだね。僕もママに会いたくなっちゃった。うん、帰ろう。僕たちも。